画面の前の皆様こんにちは、村人 Q でございます。デッドバイデイライト、今日はカニバルの方を使ってね、プレイしていきたいと思います。まあね、アップデートがこの前入りましたけども、それからねあんまり使ってなかったんで、まあ今回は使っていこうかなというわけで、でですね、先ほどサバイバーをやっていたらめちゃくちゃうまいカニバルに当たりまして、でまあやべえと思いながらこうマッチしてたんですが、マッチが終わった後にね名前見たら、カニバルめちゃくちゃうまいことで有名な人で、だいぶ前に当たったんですけど、1回だけね。まあその時もめちゃくちゃうまくて、9ヶ月ぐらい前に当たった時もね、うまくてね、名前覚えてたんですが、いや、やっぱね、前のカニバルでうまかった人はね、今のカニバルでもうまいなと思いましたね。でまあ今回はね、その人の構成を、完全に丸パクリして、やっていきたいと思います。ちなみにスキンもね、血まみれスキンにクローデットの顔っていう、そのスキンだったので、それもね完全にパクってやっていきたいと思います。いやー、でもね、なんかやってる時は不思議なパーク構成だなと思ってやってたんですよ。確かにちゃんとしたパークでもあるんですが、なんでこれつけてんだみたいなのが1個ありまして、トーテム2個あったでしょ、うち片方です。はい、というわけでパーク構成はこんな感じ。いましたね、アダムかな。ああ、ドワイトもいる、クローデットもいる、みんなたくさんいるね。というわけでパーク構成は、まやかしイタチが飛び出したハントルスララバイ破滅です。わかりますか、ハントルスララバイ、ハントルスのこういうパークですが、あんまりつけてる人見たことないでしょ。これするたんびにトークン溜まっていくやつなんですけど、まあ、するたんびにトークンが溜まっていって、スキルチェックの音がね遅れて聞こえてくるっていうやつですね。まあ、ついでにジェフもしばきますか。まあ、その人はね、もう立ち回りもうまかったし、チェイスもうまかったし、マジでね、やべえなっていう感じでしたね。まあいいや、ドワイト釣りましょうか。よいしょ、 OK。 まあこれでだいぶアドで、でアドオンはナイフの傷と暗示の刻印ですね。ため時間長くなる代わりに、チェーンソー振ってる時の足の速さが速くなるやつ。近くで見ててね、めちゃくちゃ速かったですよ、これ。えげつない。いた、ん、こっちか。これはちょっとあれだったね、早すぎたかな。 OK。 まあ今のチェーンソーの使用もね、なかなかまだ体に馴染んでないところではあるんですが、まあでもやっぱ強いよね。ただやっぱね、甘えたあのチェーンソーやるとね、やっぱ上手い人には握られてしまうので、そこら辺ね、やっぱ今ってなんかキラーフグフグって言われてるけど、まあ、結構その強化もあるじゃないですか、リワークによるね。リワークによる強化とかもある中で、やっぱドクターとかカニバルとか強くなったって言われてましたけど、そんな中でもやっぱり強くなったっていうことに甘えて、なんかこうぬるい操作をねしてしまうキラーっていうのはやっぱ叩いて、サバイバーでやってる時にねよくあるんだけど、カニバルとかでもこういうところね、こういうところでチェーンソー構えてね、ちょっと膨らんでしまって、そこでぐるぐるしてたらもうそこでぐるぐるするだけでね、チェーンソー当たらないようになるキラーとかね、そういったカニバルとかも散見されるんだけど、ああそっちか、
まあそこにね、甘えとかもなくしていけたらなと。まあ一番顕著なキラーはドクターかな。強い強いって言われてますけども、電撃当てるタイミングとか意外とシビアなんだよね。よいしょ。そういう意味ではね、このカニバルでもしっかりとインコースをつくっていうのが大事だなと思いますね。まあそんなこんな話してるうちにもうすでに1匹いなくなりましたが、殴ろう。うお、めっちゃ跳ねた。お地蔵様のわがままボディだなこれは。なんかめっちゃ跳ねたんだけど。だがジェフ、そこにはもう何もないのだ。板も。よいしょ。板も何もかもが。よいしょ。まあもうね、多分ね、もう負けないと思う。少なくとも2でまで行くことはないと思うんだけど。どんだけ甘い立ち回りしてもね。よいしょ。あれ？ジェフさっき耐久入ってたのか？となると、あとはクローデットとドワイトかな。いたね、ドワイトかな。ただクローデット釣っていないので、ここはちょっとクローデットを狙いに行きたいですね。多分クローゼットだったと思うけど、山岡邸なんでそこら辺はクローゼット難しいところではありますけどね、策的が。今下手にこれやってハッチ戦になってとかなると、下手したら米粒没収される可能性もあるんで、なんかさ、米粒別にいらないんだけど、エンティティは不機嫌って出ると本当になんか嫌な気分になるんで、絶対落としたくないんですよね、自分がやらか、こういう試合では。なんでこうサバイバーが沼ってただけなのに不機嫌になるんだみたいな、こっちが悪い評価を受けるんだってなるじゃないですか。うん、いないな。釣るかも。いた。クローデット落とします。うん、甘えない。ここはもうしっかりと膨らんでも大丈夫だったけど、インコースをついてね、いきたいと思います。まあとりあえず全員釣ったんで、まあ、一応最低限のお仕事はできたかなと。よいしょ。もしかしたらこの人たちランク低いのかな。最近ね、赤4人揃うことってなかなかなくて、赤帯のキラーが不足してるんじゃなくて、赤帯のキラーと赤帯のサバイバーがマッチングしないだけって思ってるんだけど、最近は。よいしょ。これちょっとやめとこうか。はい、よいしょ。というわけでね、破滅ララバイカニバルという、珍しいカニバルと当たったんで、今回はこのカニバルでねプレイしていきました。よいしょ。短かったかな。まあ、いつもね、長いんで、まあ、こんなもんでいいんじゃないかなって感じですが、冷酷な殺人鬼と。
アーカイブやるの忘れた。っていうことで、まあちょっとランクバラバラだったんで、もう一回やろうかな。もう一試合ちょっとつなごうかなと思います。はい、ちょっとランクも結構バラバラなんで、はい、よいしょ。さあ、それではやっていきましょう。アイアンワークスオブミザリー、よーし、頑張っちゃうぞというわけでね、やっていきましょう。まずは初動の索敵ですが、破滅がすぐに割れそうなのはまあご愛嬌ということで、まずはなんかあそこにいそうな気がするんで、あそこいましたね。それはね、あの倒す。 OK、 あー、ダメだ、甘えたね。今のが甘えですよ、俗に言うね。多分モレロ戻ってきてんじゃないかな。さっき見逃してあげたけど。今回はなんかめちゃくちゃうまそうなスティーブがいたんで、ライトには注意してね、やっていかないとなと思ってます。さあ、壊れたのが破滅ということは、ララバイはまだ残ってんだね。で、しっかりとイタチを決めていくと。おお、あ、ダメか、甘えたな。このスティーブがね、うまそう。板倒させますか。オッケーオッケーオッケー。このスティーブは追わなくていいですね、うまそうなので。うまそうな人をね追うのはね基本的に NG なんだけど、うまそうなスティーブ、違う、グラサンのスティーブがねうまそうなんですよ。あー、甘えた。押すタイミング、うん、これは行かない方向で行きましょう。いや、うまいな。よいしょ。このネアもなんかうまそうではあるね。こっち側から回ります。向こう向いて担いで、さっきネアがやっていったところを止めないとまずい。向こうはよくて言って、ついたそこは大丈夫で、あら、とりあえず蹴ります。押すタイミングがね、ほんとやってないからね、あんまりそのやれてないっていうのがあって、やっぱりね甘えちゃうところがあるんですが、ちょっとこれはきついね。蹴っときましょう。
で、しっかりとこっち向いて担ぐと。よいしょ。 OK。 まだ3釣りなんだよ。 OK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 。 固まったね。あとはしっかりと立ち回る。これ3人に落とせばワンチャンいけんこともないので、この距離感だと。そこのカラスは飛んでない。そこに1人いて、でここやってなくて、ねやかな、行きそうなのは。あのスティーブはもう最後でいいです。どっちかに入ってそう。いたな。よいしょ。うん、なんかいっぱいいる。 OK。ああ、溜まってなかったか。いや、クローゼットかな。おっと、クローゼット起こしに行ってる。釣ろう。よいしょ。今でもだいぶ追い込んだから。で、このクローゼットが2釣り目なので、オッケー。フルアイテムだったからね、ちょっとあの、あ、とりあえずあのイタチ、私のスティーブが2回目なんだよ。まあまあ、やーって奥から回りますか。奥から回って、ネアでいいや。オッケー。よいしょ。こっち向いてしっかり担ぐと。え、今回はそこですね。さすがにもう、いやー、こっちもやってるけど真ん中だよな。真ん中の方が一番逃走経路があるんで、光は無視です。うまいので、あの人は。あー、ボロ台か。そうだよな。いや、しっかり離れるね。なんかとりあえずふさいで、やっちゃった。
ょっと向こうから近づきますか。いや、そっちの板を割ってあって、こっちの板を割ってあるから OK で、これも即釣って、あの板ち決めに行きます。 OKOK、 ララバイが生きてる、ララバイが、よいしょ。 OKOK、 一人落としたぞ。ーよいしょ。めっちゃ遠くまで逃げてるね。ちょっとね、クローデットがどこいるか不気味なんだよな。オッケーオッケーオッケー、こっちのスイブ。当たんのかい。よいしょ。でもしかしこっちに行って、オッケーオッケーオッケー、ここの板使わせたのはでかい。おそらくクローデットはね、何もしてないっていう説があって、うまいね。スティーブ、ダブルスティーブがめっちゃうまい。オッケーオッケー、頑張ってくれた。ララバイは頑張ってくれた。オッケーオッケーオッケー、これは落とせる。よいしょ。いやでけえ。よいしょ。オッケー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 。オッケーオッケーオッケー。向こう行ったでしょ。向こう行ったでしょ。でね、向こうか。いやー、これスティーブ釣るべきだったか。もう90いってるかな。うわ、起き上がる。いや、2人ともあっちいんな。ワンチャンこれいけるか。じゃあこれもう確定で板倒さないとまずくて、お主だけは何としてでも持ち帰る。あら、はい、オッケー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 。とりあえずこのスティーブ捕まえて、もう一人のスティーブがどこいるかだよな。ゲート開けに行ってそうな気配ではある。いったいったいった、よし、これか、いったぞいったぞ。やったいやー、強かったスティーブ。いやー、強かった。だね、これだからね、血まみれのスティーブとか嫌なんですよ。この子血まみれじゃないけどうまかったですね。向こうのスティーブはもうやばい。ということでね、ちょっとまだまだ甘いなと思うんですが。
やっぱね、ランク1になって終わりじゃないからね。そっからまたさらに突き詰めてやっていってこそのこのゲームの醍醐味なんでね。またいろんなキラーでね、いろんなキラーで頑張ってね、うまくなれるようにしたいなって思います。いやー、うまかった。うまかったね。ふというわけでね、まあ、遅延パークあったんですが、遅延パーク積んだ中では最近だと結構きつい部類かな。きつかったゲームでしたね。まあ、なんとか全滅取れてよかったなと思います。というわけで、はい、今回こんなカニバルと出会ったというわけで、もうちょっとやり込んでね、しっかりとインコースついて、あと、これね、2発目チャージ使うタイミングね、とかもしっかり体に覚えさせていかないといけないなって思ったっていう動画でした。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。